僕フォルテ。おはようございます、マッチョ。フォルテです。インフルから、あれから約、ワンウィークが経ちました。僕の体調は、ワン、ツー、スリー。元気！治りまっちょ。まあ、治りまっちょって言ってもね、あともうちょっとだけ、休みが必要かと思います。約 8.5 割ぐらい治ってます。あとは、コンコン、咳と、あとは、ジュルジュル、鼻水ジュル。そう、この二つを直せば完璧でございます。しばしお待ちくださいませ。シャキーン！忘れたように思い出す。シャキーン！今年の押していくギャグです。はい。今日やりたい企画なんですけども、僕は思ったんです。ショパンの黒鍵っていう曲があるんですよ。これさ、黒鍵って名前がつくぐらいだから、僕は、白鍵を弾かないと思うんですよ。本当に白鍵を弾かないのかっていう検証をやっていきたいなと思います。そして、何個白鍵があるのかも、白鍵はないですね。もしあった場合、何個白鍵があるのか、見つけたいなと思いまっちょ。それでは、スタート。黒鍵って名前がつくぐらいで、絶対黒鍵しかないと思うんですよ。うん。あれ？左手見てくれ。いきなり白鍵を使ってるじゃないか。これはアルマジック行動だ。黒鍵というのにから、黒鍵ウィズ白鍵っていう名前にしなさい。よし。まあでも正式に言うと、あのね、なんでこれが白鍵なのかっていうと、ドのフラット。これはシの音ではなくて、ドのフラットだから一応、本当だったら黒鍵だけど、このドとシとドの間に黒鍵はないから、白鍵になったよっていうことなので、アウトです！アウトにしましょう！知らん知らん知らん。音楽理論で言うとこれは別にフラットだから、黒鍵、もともとあったら黒鍵。でも弾いてるのは白鍵。白鍵じゃないか！発見じゃないか。あー、またあった。二個目。三個目。今、四五って一気に行きました。はい、六。何個あるか数えきれるんですね。誰が黒鍵って名前を付けたんだ。黒鍵 with 白鍵じゃないか。これはあるまじき。こうやって人を騙していいのか。よくない。そんなことはダメだ。人を騙してはダメだ。黒鍵 with 白鍵弾きます。あったよ、もうやめてくれよ。ああ、じゃあ発見のところだけ人が変わります。疲れたよ。はい、こんな感じでね、結構。
か、こんな感じで結構発見がある。最後は、黒鍵です。途中ね、たくさん発見が出てくるんですけども、もうね、これはもう、あれですね、多分ミス。うん。黒鍵。多分、2割ぐらい発見だと思うよね。こっからね、ちょっとサクッと黒鍵久しぶりにやってみたいなと思います。練習です。もう、わかりました。黒鍵ではないです。そんなことを言ったりせいか知らんけど、ちょっと下手くそになってる。皆さんにね、早く収録して届けますとかな、夏の頃はやる気が満ち溢れてね、フォルテはね、お約束したのですが、僕も詐欺をしてしまった。結局サボって一回も練習してませんでした。ごめんね。弱いものです。できなかったら何かのせいにする。僕は今発見のせいにしたんですけど、そんなことはない。よく考えると自分が練習してない、夏から練習してない自分のせいでした。そんなもん知らないよ、発見が悪いんだよ。しまったんですけども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。僕は気づいてしまいました。黒鍵ではなく with 白鍵 B、 あ、 with B じゃなくて。というわけでね、全然黒鍵ではなかったです。よくぞ僕は音楽の闇を発見してしまいました。しかしまあこれも許してあげよう。弾けなかったので、まあ僕がもしもこれが弾けるようになった暁には許さないかもね。というわけでね、今後もね、楽しく音楽を皆さんにお伝えできたらなと思いますよ。てなわけで、今日は、黒鍵、ウィズ発見。黒鍵は黒鍵だけじゃなかった。見つけてしまいましたので、皆さんもこれを言いふらしましょう。というわけで、バイナナ。はい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 。ちょっとね、さすがにふざけすぎたので少しだけ調べました。ウィキペディア、参照。
黒剣は右手の主旋律が黒剣のみで付けられるから黒剣と付けられたそうです。申し訳ございませんでした。まあでも俺は許さないからな。はっけねマチョ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